安比高原スキー場西根インターチェンジと岩手山、八幡大市は岩手県の北西部に位置する市である。東北自動車道と八戸自動車道が分岐する交通の要所である。おおよそ市の北半は安比川流域、南半は赤川、松川流域である。元来、北半は二子郡南半は岩手郡で、 結びつきは薄かったが、昭和に入り国鉄、JR 花和線が全線開業し、道路においても国道282号や東北自動車道などの山を越えて南北に走る交通網が整備されると、次第に生活圏を同じくし、旧足路町域においても西根町、松尾村と、同じく行政面や経済面においても森岡市及び、その周辺地域との結びつきを強めるようになり、 2002年には、足路町が岩手郡へと移管され、2005年には、平成の町村合併に至った。市内には、松尾と阿原屋の2カ所に、アメガスが置かれている。欠片の気候区分において、阿寒帯出順気候となっている。岩手松尾阿原屋法廷合併協議会で市の、西境にある山の八幡帯から取って、八幡帯市と新市の名称を決めた。 旧山町村の遠隔は、それぞれの項を、三小八万平氏はこれまで、岩手ナンバーが割り当てられていたが、2014年11月17日から、ご当地ナンバーである、森岡ナンバーが交付されている。旧西根町域の一部では、森岡親局や、八千山局の電波も受信可能。旧足城町域、阿原屋新町地区の世帯は、折詰額にアンテナを向けている。 財政 AM と FM 岩手は、市内全域で森岡屋局を受信するが、北部の旧阿路町域は、山間部のため場所により聞こえにくくなる。なお旧阿路町域、兄畑地区では、林県の民放 AM 局秋田放送カズノ局 801kHz、経由や和野ノ市のコミュニティ FM 局数のノキリ担保、FM が受信可能である。合併前の西根地区、松尾地区、 足シ地区の3つに区分される。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると8.11%減の26,355人であり、増減率は県下33市町村中20位。小学校以下は廃校、中学校以下は廃校。高等学校森岡都市圏に属する区域は旧西根町域と旧松尾村域となる。 一般路線バス高速バス自動車教習所、高速自動車、国道一般国道県道主要地方道、一般県道焼き走り溶岩流、岩手山独松川地熱発電所富士七温泉東、八幡大温泉は、温泉地のあざなが、八幡平尾泉里であるため、八幡平尾泉里に含まれることが多いが、国民保養温泉地指定範囲ではない。ありがとうございます。